どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、タウンホール8のドラバルについて紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、このリプレイを1個でまずはですね、流れというものを確認していただきたいんですけれども、あのですね、タウンホール8でバルーン持っていけることは持っていけるんですけれども、レベル5のバルーンというのは非常に弱いです。やはりバルーンというのはレベル6黒バルにならないと使い物にならないんですよね、実際のところ。なので援軍で黒バル、援軍の25枠を黒バル5体もらうことによって、ドラバルをすることが可能になるということですね。まずは早速ですね、見ていきましょう、リプレイを。まずはまあ基本的な感じなんですけれども、このようにドラゴンをで、まあドラゴン自体をですね、数体列で出してサイドカットしつつ、サイドカットが終わったなと思ったら、中心部にですね、またドラゴン4体、あと4体かな、投入してしっかりとドラゴンを中心部に送っていくという作業をしております。ここで見てください、黒バルを出してですね、レイジに乗せていくんですね、後ろから。これはですね、後ろから乗せていくリプレイ、さあうまいですね。中心部に黒バルを運んでいっております。やはり中心部ではドラゴンはですね、ターンホールであったりクランの城であったり援軍であったりね、結構中心部でその足止めを食らうことが多いので、その足止めをしている最中に、足止めを受けている最中にドラゴンがですね、対空砲から攻撃を受けてしまうと、それだけでも大打撃になってしまうんですよ。なのでしっかりと0時で黒バルを中心部に送り込むということが非常に重要となってきます。まあこのリプレイはあとはまあ適当ではないですね、普通にまあ 100% 破壊していくという感じですね。もう一度見ていきましょう。まずはまあその、まあ、流れを見ていったので詳しく説明していきたいと思うんですけれども、あのドラバルにはですね、2種類あると思うんですよね。2種類というのは、一発目にですね、今回はそのドラゴンをここから攻めていって、黒バルを攻めたところから乗せていくという感じでしたよね。まあ、しかしですね、例えばこういう系のベースだと、やはり中心部にですね固まっているので、真ん中でゴリ押しさえできれば、基本的にはもう黒バルを乗せていくだけで 100% 取れると思うんですよ。しかしですね、例えばこのような対空砲が離れているベース、例えばですね、まあ、こういうベースですと、まあ、このリプレイはですね、ドラバルではないのでちょっと説明はリプレイはないんですけれども、まあ、このように面を取ってこう攻めていくと、そして後ろからここにレイジを放ち、黒バルでこうここの対空砲を壊すというですね、方法が2通りあるんですよね。黒バルを最初から乗せていく方法と、その後ろからこうそっと出してあげて、レイジでこう対空砲を破壊するということの2通りのですね、攻め方があるんですね。このように密集している配置は、攻めた面から送り出してあげると、そして離れているベースは、そっと後ろから出してあげるということが重要となってくる、その2通りの攻め方というのがあるということをですね、念頭に置いておいてください。これは、しっかりとですね、中心部に対空砲が固まっているので、このレイジは結構有効ですからね、ドラゴンにもかかり、なおかつ、黒バルの移動速度が非常に速くなるというメリットがあるので、非常に、もうその理念ちゃんとですね、強いですね。普通にこう説明がつくというか、論理的に強いと言えますね。はい、このような感じでやっていくということで、まあですね、今回まとめていくと、まあ2つの攻め方があるよと、最初にこう出した面で、ドラゴンを出した面で黒バルを運んでいくのか、後ろから、もう残り独立している対空砲を壊すのか、2通りの戦法があるということをが一つ、あとはですね、ドラゴンをしっかりと面で出すということですね。これはタウンホール8のドラバルというか、ドラッシュプラス、まあ、バルーン、ちょっとバルーンがね5体しかいないので、まあ、自前のバルーンレベル5を持っていくか持っていかないかって言われた時に、ドラゴンって枠20でしたっけ、25でしたっけ、20、まあ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 、バルーン4体分5体分、まあその程度だと思うんですよ。それをですね、赤バルーンレベル5のバルーン持っていくかって言われたら、持っていかない方がいいですね。やはりドラゴンの火力で、ゴリ押しした方がいいかなと思います。ということで、今回はタウンホール8のドラバル、
について話していきました。ぜひともですね、タウンホール8の皆さん、やはりタウンホール8はホグラッシュとドララッシュでですね、取れないベース、 100% 取れないベースっていうのはあんまないと思うので、ぜひともですね、ドラッシュ、ドラバルということで、ぜひとも皆さんこれをですね習得して、ぜひともクラス戦でバシバシ星3取ってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。